名谷橋、名谷橋、名谷橋は、名古屋市中心部のメインストリートである広小路通りの堀川に架かる橋である。名谷橋周辺の繁華街を含めた地域の総称として、用いられる場合もある。名谷橋の文字1610年に、清過ごしに先立って行われた、堀川屈作と共に架けられた、堀川七橋の一つである。橋が架けられた、当時の名谷橋界隈は、名古屋城下の南端にあたり、 西のカラス森と町を結ぶ柳街道が走っていた。名称の由来は、橋の西側に魚屋、または納屋が多くあり、そこから付けられた地名の納屋町から取られたという説と、橋の南東に、尾張藩の米蔵が多くあったことから付けられたとする説の二つがある。百八十六年に、広港寺通が名古屋駅前まで延伸されたこととともに、鉄骨製の橋に改修され、 1898年からは、名古屋市電栄町線が京城を走るようになった。その後、1913年に橋が改築された際には、春工に合わせて、渡り染めが行われ、その様子を見ようと6万人余りが訪れたという。この際に渡り染めを行った二組の、三世代揃った夫婦の一方であった和菓子店、伊勢屋はこの後に屋号を、名ヤ橋まんじゅうと、 改めて現在に至っている。現在の橋は1981年に架け替えられたもので前代のものを引き継いだ。中央部にテラスを持つ青銅中鉄の欄干が特徴のアーチ橋となっている。橋の下に取り付けられたアーチはなくても問題はないが、前代の面影を残すために飾りとして残された。アーチと共に外観上の特徴である欄干は、 前代の橋のものがそのまま使われており、堀川改作を行ったとされる、福島正則にちなみ福島家の家紋が施されている。また、上流側のアーチには濁点を取った、名や橋の文字が記されている。名や橋は1989年に、名古屋市の都市景観重要建築物等に指定されている。名や橋は、名古屋市営地下鉄東山線の名古屋駅と伏見駅の、 ほぼ中間地点にあたり、周囲は栄と名駅をつなぐ繁華街となっている。1971年までは京城を自然が行き人通りも多かったが、自然廃止後は名駅周辺部と堺周辺部の開発に取り残され、風俗店の入った古いビルが目立っていた。近年では、市が進めるナヤ再開発事業。 折川城下プロジェクトの一環として西木通りまでの川沿いに遊歩道が整備されたほか、シャルタ、飲食店が多く開店するなど、新しい街づくりが進んでいる。8周辺の繁華街は特に風俗街としての色合いが強い。2000年代前半までの那谷橋界隈は俗に言う、立ちんぼのメッカであり、中南米をはじめとする外国人女性が客引きをする姿が多く見られた。 しかしその後の再開発事業に伴う取締り強化により立ちんぼの数は激減している。川沿いにはラブホテルも多く、中には名古屋では珍しいゲー専用のラブホテルも存在する。このほか、橋から北へ進んだ西木橋、桜橋周辺もナヤ橋地区とされることもある。このほか、付近には河川運搬の名残か材木商や倉庫が残っている。 1988年に中日ドラゴンズが6年ぶりにリーグ優勝した時に、那ヤ橋から堀川に飛び込む人が多くいた。ありがとうございます。